Now we are entering Maekawa Kuniyoke. Typical Japanese style, traditional house. They're doing something, so toilet. Yeah. This looks really new.名前は聞いたことあるんですけど、どんな人かは、うん、結構、うん、人気あるみたいですけれど、うん、モデルはないか前から国を担当してそこ写真があるけど、うん、ここ実際に使われてたってわけじゃないんですよ、ね、え、使われてたっていうのは、ここじゃないですよね、こう家が、その家がモデルになったみたいな、ここあ、ここでこれはね、移築したものです、あ、これが持ってきたんです、持ってきたものです、だから本当にここで、そうそう、うん、持ってきたものです、移築、あの建物面の中であのは全部移築したものです、オリジナルです、全部オリジナル、すげえ、この家はね、ここの年表でいうと昭和48年に、うん、あれ、あ、結局、あ、違う、ごめん、昭和48年です、ここだ、はい、これ解体して、解体して、うん、軽井沢の別荘にあの保存されてたんですね、だからこれ修復することができた、うん、再現、復元することができたんですね、へえ、そうか、こう部材として残ってたから、うん、できたということで、こう奇跡的というかね、あのだから前川さんはもう今年亡くなってて、建物園ができたのが平成5年ですので、まさかここに復元されてるとは知らないですね、そうですね、このきっといろんな有名な建物とか作った方なんですか、前川、あのね、まあ東京出身ですから、はい、上野の、東京文化会館とか今珍しいか、ソニーでね、今なんか可愛い、可愛い、可愛い、こんなこのあのチャンネル、ね、ガチャってますの、ね、ね、きっとね、これもこういう時計はうちのおばあちゃんちゃん、はい、ガラス張りに、じゃあこれ実際映るのかもしれないですね、今映るかな、映るかもね、まあ、私は分かんない、やったらなんか、ね、そうですよね、もう室内なんて言われたし、下の方もちょっと今もある、うん、ある、この時計、時計、うん、looks so modern、 oh yeah I think so、 昭和、うん、Kitchen. I miss kitchen. I don't have. Ah. Do you cook? You buy? Yeah. No, some... now I buy. Mm. In Finland, I everyday cook, but I don't have kitchen or anything else. すんげえ広い bathroom. Oh, でも this looks like new. Yeah. But this is Showa era, so this can be like this.Not Japanese style, you know, bathroom and toilet. I love, love, love. Ofuro suki. Mm-hmm, yeah, I love it. Okay. Pixar lamp. Pixar. But... Looks hard. Yeah. Probably it's...Hard, yeah. Some, exactly how it yeah. feels. I'm going. Yeah. Welcome home.
looks European, this room. Mm. But this room is totally Japanese. Yeah. I love it. Yeah. For me, this is more interesting. Hmm. こう来て、oh, バコン。Okay, this is like my dream. Like this kind of place. So what's that? Yeah, for me, kind of, yeah. I have to live in countryside sometimes. Mm-hmm. Wow. So great. What should we not touch? This plate? What should we not touch? This, you can touch. Pretty. Nice. Mm. This is my house. Yeah. You own it. Yeah. My grandparents' house was like this. Really? Yeah. The ceiling was like this. This was, that was old. So cute. Yeah. Oh, kitchen that you long for. Tina, what are you gonna have for dinner? This is. Yeah. があって、いや、勝手口っていうドア、バックヤード、なんか魚屋さんとかが来たり、サザエさんとか知ってる？あれでなんだっけ、来るじゃんたまに、あの裏口っていうかさ、ビールが来たり、なんか、うん、すぐ。これ持ってくれるじゃん。なんかそんな感じできる、うん、イメージできる、うん、なんかジャパン、うん、日本的な感じかな、うん、そうなんかお寿司とか頼んで、じゃあここに来て、じゃあ用意しようみたいな、うわ、すげえ。あー、オッケー。これ日本の感じ、うん、すごい。すごい。へー。全部がちっちゃいな。部屋もちっちゃい、高さもちっちゃいし。でも私の父はすぐなんか大きな人だから、うん、ここでなんかこんな感じ。日本に住めないね。あ、住めない、絶対住めない、うん、おお。ちょっとラッシュな感じ、うん、ロシア、うん、こんな感じ、ちょっと、うん、different atmosphere. Some mafia people. Godfather. Yeah. Mm-hmm. Thanks for coming. Piano.2階に行こう。お、うわ、なんかすごい、子供だったらすごい嬉しい、この部屋。私この部屋欲しい。秘密基地みたいな、子供の時。すっげえ。なんかスメルスナイス。すげえ。
your secret room as a kid. でも今もなんか I have dream like living like this kind of place. ちょっともっと大きい。自分だけのなんか空間みたいな。Chinese like it. 水墨画。なんか旅館に来てるみたい。わかる？旅館。へえ、すげえ。でもなんかあの今昔の人ここで聞いたなんか昔のポケットは全然びっくりしないで。そんな雰囲気。そういう人が来ても面白いね。なんかコスプレした人が。なんかコスプレの人と写真を撮る。あ、あんの？そういうの。あ、そんな人ある。あんだ。あれ？ここに？なんかあのこんな感じで昔の。うん。こんなこっちに来て写真撮る。ああ。え、撮ったことあるの？趣味。あはは。面白いじゃん。いいじゃん。あ、私じゃなくて友達。ああ。すげえ。専用のご趣味の部屋とする、Interesting.